今週末は土曜日4頭、日曜日は8頭出走します。日経賞と毎日杯に3区が出走です。いつもご視聴いただきありがとうございます。はじめましての方はぜひいいねにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は4頭出走です。まずは中山2レース、3歳未勝利に13番エンバーク。中山11レース、日経賞に7番ウィンエアフォルクが出走します。競馬場変わりまして、阪神2レース、3歳未勝利に7番テイエムゴールドン。阪神11レース、毎日杯に4番名勝タバルが出走です。個人的な土曜日の注目馬としては、日経賞に出走するウィンエアフォルクくんと、阪神11レース毎日杯に出走する名勝タバルくんです。特に名勝タバルくん、前走もいい勝ち方をしてくれました。今日の毎日杯も力を発揮してほしいですね。今週日曜日は、8頭出走です。まずは中山3レース、3歳未勝利にグラナビール。中山4レース、4歳以上障害未勝利にアースブレイブが出走します。競馬場変わりまして、中京4レース、3歳未勝利にコスモカノア。中京7レース、4歳以上1勝クラスにネイチャーシップとペリプルス。中京9レース、王冠桜賞にコスモレオナルド。中京10レース、ロードカナロアカップには、ルーパスデソーロと、ホーオーユニコーンの2頭が出走です。日曜日は中京競馬場での出走が多いですね。個人的には、中京11レースの高松の宮記念も気になっています。ゴールドシップ3区は出ないのですが、ゴールドシップのお嫁さんになるロータスランドちゃんがラストランですし、その他にもメイケイエールちゃんがラストラン、そしてソダシの妹のママコちゃんも出走します。それでは1頭ずつ出走馬の情報をチェックしていきましょう。3月23日土曜日です。中山2レース、3歳未勝利に出走するのは13番エンパークです。1000馬3歳の足毛くんになります。戦績は2000勝、1着が0回、2着が1回、3着が0回、それ以外が1回です。前走12月17日の現在7番人気になっています。エンパークくんの名前の意味はクルーズ用語で乗船です。中山11レース、日経賞に出走するのは7番ウィンエアフォルクです。ボバ7歳の影くんになります。戦績は32戦4勝。1着が4回、2着が1回、3着が2回、それ以外が25回です。前走2月25日の現在9番人気になっています。ウィンエアフォルクくんの名前の意味は、冠名のウィンに、ドイツ語で成功を意味するエアフォルクを合わせたものです。阪神2レース、3歳未勝利に出走するのは、7番テイエムゴールドンです。ボバ3歳のクリケくんになります。戦績は5戦0勝。1着から3着までが0回、それ以外が5回です。前走2月25日の現在10番人気になっています。テイエムゴールドンくんの名前の意味は、冠名のテイエムにお父さんのゴールドシップからゴールドンを取られたそうです。阪神11レース毎日杯に出走するのは4番名勝タバルです。ボバ3歳の影くんになります。戦績は4戦2勝、1着が2回、2着と3着が0回、それ以外が2回です。前走2月17日の現在7番人気になっています。名勝タバルくんの名前の意味は、冠名の名勝に熊本県の地名のタバルを合わせたものです。3月24日日曜日です。中山3レース、3歳未勝利に出走するのはグランナビールです。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は2000勝、1着から3着までが0回、それ以外が2回です。
前走1月27日の現在14番人気になっています。グランナビールくんの名前の意味はフランス語で大型船です。中山4レース4歳以上障害未勝利に出走するのはアースブレイブです。千葉7歳の青影くんになります。戦績は31戦1勝、1着と2着がそれぞれ1回、3着が4回、それ以外が25回です。前走1月7日の現在7番人気になっています。アースブレイブくんの名前の意味は冠名のアースに勇者を意味するブレイブを合わせたものです。中京4レース3歳未勝利に出走するのはコスモカノアです。牝馬3歳のかけちゃんになります。戦績は7戦0勝、1着から3着までが0回、それ以外が7回です。前走3月9日の現在11番人気になっています。コスモカノアちゃんの名前の意味は冠名のコスモにハワイ語で自由を意味するカノアを合わせたものです。中京7レース4歳以上1勝クラスに出走する1頭目はネイチャーシップです。ボバ6歳の足毛くんになります。戦績は30戦1勝、1着が1回、2着が3回、3着が6回、それ以外が20回です。前走3月3日の現在5番人気になっています。ネイチャーシップくんの名前の意味は冠名のネイチャーにお父さんのゴールドシップからシップをつけたものです。同じく中京7レースに出走する2頭目はペリプルスです。ボバ4歳の足毛くんになります。戦績は17戦1勝、1着が1回、2着が0回、3着が1回、それ以外が15回です。前走3月3日の現在7番人気になっています。ペリプルスくんの名前の意味はラテン語で航海機です。中京9レース大観桜賞に出走するのはコスモレオナルドです。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は4戦1勝、1着が1回、2着が0回、3着が1回、それ以外が2回です。前走12月3日の現在9番人気になっています。コスモレオナルドくんの名前の意味は冠名のコスモに人の名前のレオナルドを合わせたものです。中京10レースロードカナロアカップに出走する1頭目はドゥーパステソーロです。ボバ6歳の足毛くんになります。戦績は26戦2勝、1着が2回、2着が3回、3着が1回、それ以外が20回です。前走1月27日の現在16番人気になっています。ルーパステソーロくんの名前の意味は狼座を意味するルーパスに冠名のテソーロを合わせたものです。同じく中京10レースに出走する2頭目はホーオーユニコーンです。ボバ5歳の足毛くんになります。戦績は20戦2勝、1着から3着までがそれぞれ2回、それ以外が14回です。前走2月24日の現在11番人気になっています。ホウオウユニコーンくんの名前の意味は冠名のホウオウに一角獣のユニコーンを合わせたものです。最後にお知らせがあります。ゴールドシップ3区の出走情報、地方競馬バージョンについては毎朝ツイッターで投稿しています。ぜひフォローしてください。馬番が確定していないのは確定し次第コメント欄に投稿します。結果は日曜日にまとめて投稿するのでぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。